バリー・メイザーバリー・チャールズ・メイザーは、ハーバード大学の数学の教授。ニューヨークに生まれ、ブロンクス科学高校、マサチューセッツ工科大学で学んだ。大学を卒業せず大学院に進み、1959年には、プリンストン大学で博士号を取得し、ハーバード大学のジュニアフェローとなる。1969年に教授に昇進。1982年に、 全米科学アカデミーのメンバーに選ばれる。彼の初期の業績は、幾何学的位相空間論に関するものであった。初等的だが鮮やかな手法で、一般化されたジョルダン・シェーン・フリースの定理を証明した。この業績により、同時期に証明を成し遂げたモートン・ブラウンと共に、ウェブレン賞を受賞した。グロタン・ディークの大数幾何学へのアプローチの影響により、メーザーは、 ディオファントス幾何の分野に進出する。この分野における、いわゆる、メイザーの定理とは、有理数体上の楕円曲線において、異数有限の点のなす部分群の可能性をすべて挙げるというものであり、楕円曲線上の代数において深く重要な結果である。この定理のメイザーによる最初の証明は、あるモジュラー曲線の有理点を完全に分析することによるものであり、 独創的な論文モジュラーカーブスザ・エーゼンシュテインアイデアルで発表された。この論文におけるガロアデフォルマションのアイデアはアンドリュー・ワイルズによるフェルマーの最終定理の証明の鍵の一つとなった。メーザーとワイルズはそれ以前に岩沢市予想に関して共同研究を行ったことがある。ありがとうございます。